山田バザー、おはようございます。サラバンジ便り、誰が読んだか、心優しきパンクロッカー山田バサラです。現在私はですね、カラオケハウスでギター練習を終えて帰る直前にですね、動画を回しているという山田バサラでございまして、まあ5月26日のライブもだんだん近づいてきましたのでですね、まあ本腰入れてですね、セットリストも考えながらですね、練習しております。まあ、新曲もできたらいいなと思っております。そんなバサラがですね、今日ユンタクしたい話題はですね、やっぱり人間ってやっぱりどっかで演技をすることっていうのは大事なんじゃないかなと思って、最近、まあ前々から思っていることなんですけれども、最近特に思いまして、今日のお題はですね、気をてらわずに少しだけ歌舞伎、ね、歌舞伎役者みたいにですね、少しだけ歌舞伎っていうのがいいかなというふうに、思ってですね、やっぱりこう人に会うとき、やっぱりこう何かその人がね、ちょっとした動きで、あ、この人ってこういう人なのかなとかね、表情なんかでね、またこういう格好、服装なんかでね、皆さんやっぱこうイメージを持たれるじゃないですか。そういうときに、まあ例えば歌舞伎役者みたいにみたいのはいらないと思いますけれども、加藤ちゃんが昔ね、よくドリフでうーとか言ってましたけどもね、そういう歌舞伎というよりも、まあ、僕がこうやって笑ってるところもいわゆる歌舞いてるわけですよね。なのでこういわゆる気をてらうっていうのを調べてみたらですね、わざと変わったことをして他人の注意を引きつけようとするということらしいんですけれども、わざとやるわけじゃなくて、自分がずっと意識して気をなんかイメージしている中で、こういう自分を見せたいなという動きをですね、こう僕もこう動くじゃないですか。それもある意味かぶいているわけで、なんか人と会った時にやっぱり少し自分も演技をしたりとか笑ったりとかっていうのは大事かなと思うんですよね。なのでこう僕も最近人に会う時はですね、ギターを背負ってるとやっぱり、あ、ミュージシャンですかとかね、どこに行かれるんですかってよく聞かれることがあったりとか、バサラさん前見ましたよって言われることが増えました。その時に思ったのは、やっぱり皆さんやっぱりどっか普段ね、外に出るとですね、歌舞伎、なんか演じるということがねあると思いまして、僕もね、なんかこうなんか前々から思ってたことなんですけれども、最近さらに強く思いましたので、今日のタイトルはですね、まず気をてらわずにですよ、少しだけ歌舞伎っていうのがですね、日常で大事かなと思いました。なんか 僕に説得力ありますかね。バサラさん歌舞伎すぎって思われたらですけどもね、逆にもっともっと歌舞いた方がいいよっていうのはあるかもしれませんが、まあ僕的には山田バサラのスタイルっていうのはこれが、まあちょうどいいぐらいの歌舞伎ものかなっていうふうに思ってますので、まあ引き続きよろしくお願いします。5月26日はですね、大交流会、国空さんとマジシャングーニーと山田バサラでやりますので、まあ、僕も歌舞伎ながら、ね、やっていきますので、お時間ありましたら遊びに来てください。ということで今日も一日サラバンジ。